桜坂46の映像作品、セカンドツアー2022アズユーノー。ツアーファイナル AT 東京ドーム、水優香スガイグラデュエーションセレモニーの発売を記念した番組が、8月1日に桜坂46のオフィシャル YouTube チャンネルにて生配信が決定した。この番組は以前、音楽専門チャンネルスペースシャワーテレビの公式 LINE ライブにて実施していたもので、総山大輔、フランジ、金田さとし、ハンニャの二人で桜坂46について熱く語り合うトーク番組。SNS のトレンドにランクインするなど毎回大きな反響を得ている。今回もスペースシャワーテレビからの生配信となり、二人が2022年の東京ドーム公演から最近の桜坂46までどのように熱く語り合うのか楽しみだ。桜坂46はニューシングル、スタートオーバーを発売し、表題曲、スタートオーバーの楽曲、ミュージックビデオは各所で話題沸騰中、オリコンシングルウィークリーランキングや各配信サービスの1位を席巻、各メディアでも圧巻のパフォーマンスが披露された。初の海外イベント、ジャパンエキスポパリ2023へ出演し、海外のファンを大いに盛り上げた。